うん、このね信頼度の表を見るとねレギがいないっていうのがちょっと感じさせるものありますよね。ランキングはこんな感じですね。アイリスを呼びに行かせたからデニー来るわよ。一人だけですね。了解。レニ、戦闘準備完了。正面に敵、攻撃の必要あり。あなたたちの戦い、ゆっくりと見物させてもらうわ。命を懸けた悲劇の幕開け、一体どう演じるのか、これは見ものね。今行くぞレニ、俺は必ず取り戻してみせる。レニの心を、そしてレニの笑顔を取り戻すんだ。とにかくレニのところまで行こう。話をしないことには何も始まらない。待っていてくれレニ。一人での戦闘っていうのは桜大戦シリーズで何回かあるけど、そのうちの1回がこれだよな。了解。一応返事は来る。アイリスが呼んできてくれましたね。兄ちゃん、みんなを連れてきたよ。隊長、アイリスから事情を聞きました。レニが影山咲にスイコに操られていると。隊長、あたいたちも手伝わせてもらうぜ。レニを正気に戻すんだ。いや、待ってくれ。レニを説得するのは俺に任せてくれないか。え、なぜですか大神さん。俺はレニが悩みを打ち明けた時、うまく答えることができなかった。だから今度こそレニを救ってあげたいんだ。わかりました。レニのことは隊長にお任せします。隊長がレニを説得している間、敵は私たちが食い止めます。お兄ちゃん、お願い、レニをいつものレニに戻してあげて。いつものってところが大事だよね。アイリスからすれば、あの心を取り戻しかけたレニがいつものレニのはずなんだよな。あ、任せてくれ。必ずレニを救い出してみせるよ。さ、大神の体力もね、一人で攻撃を受け止めてたので半分ぐらいになってしまいましたね。レニ、俺だ、大神だ。敵攻撃範囲内に侵入。レニ、俺の話を聞いてくれ。目標、攻撃の必要あり。ふふふ、無駄よ。レニには何も聞こえないわ。くっ、俺は諦めないぞ。必ずレニを説得してみせる。何もしないの。じゃあこっちから行くよ。レニ、俺が分からないのか。分かるよ。帝国歌劇団、僕の敵、僕が倒すべき敵だ。僕は騙されない。お前は敵だ。レニ、俺は敵じゃない。敵じゃない。それじゃあお前は何だ。攻撃してこないならこちらから行くよ。くなぜ攻撃しないんだ。お前は敵なのに。違うレイン、俺は敵じゃない。敵じゃないならお前は何だ。
お前は一体誰なんだ。レイン、俺たちは。劇を成した仲間じゃないか。劇。レイン。僕は一体何のために、僕は一体何なの。レニー、君は、君は花組の隊員だ。俺たちと同じ帝国歌劇団花組の隊員だ。花組、僕は敵なのに。レニー、待ってろレニー、今そっちへ行く。なぜ攻撃してこない。敵なのに。レニー、騙されてはダメよ。あなたは戦闘機械なのよ。あなた以外の存在は敵よ。違う、レニー、人は信じられる存在なんだ。お兄ちゃん、これ。それは。レイン、思い出すんだ。自分自身のことを、そして俺たちのことを、初めて出会った時のこと、一緒に過ごした日々を、君は忘れてしまったのか。この花飾りいっぱいに込められたアイリスの心を思い出してくれ。俺は分かっていなかった。君の迷いも不安も、そして孤独も、何のために戦うのか。あの時俺は本当の意味で答えることができなかった。でも今ならはっきりと言える。俺たちは自分が愛する大切な人たちを守るために戦うんだ。戻ってこいレイニー、俺たちのところに、仲間のところに、花組のみんなのところに。君は機械なんかじゃない。自分の意志で戦えばいいんだ。君の大切なものを守るために。レニー、僕は何も言わなくていいよ。おかえりレニー。ただいま隊長。ただいまアイリス。ただいまみんな。ただいま僕の仲間たち、ありがとう。レニー、おかえりなさい。所詮は出来損ないの機械ね。いいわ、まとめて殺してあげる。かかってらっしゃい。僕もう迷わない。
教えてくれた。僕自身のために、そしてみんなのために戦う。よし、行くぞみんな。さあ、かなり展開が早いですね、6話改めて見ると。ちょっとここはもう水庫を倒してから一通り振り返ろうかなと思います。引き続きそのままボス戦もご覧ください。まあ大きくカットするかなと思います。戦闘自体は、デニーが戻ってきましたね。さすがね、帝国過激団、それでこそ倒しがいがあるというものだわ。スイコ、いや、サキ君、どうしてもダメなのか？君は本当にもう戻れないのか？俺たちの仲間に。仲間、仲間、夜と触るとその言葉、虫ずの走るわね。私には仲間など必要ないわ。あの方さえいてくださればそれで十分よ。正義なんて偽善よ、愛なんて弱い心よ。スイコ、あなたたちと過ごした時間、なかなか愉快だったわ。私が米田を撃ったとも知らない、あの慌てぶり。貴様、どこまで卑劣なんだ。戦いはどんな手段を使っても勝てばいいのよ。許せない、もう許せないぞスイコ。俺たちはお前を倒す。やっと本気になった。めっちゃいるからな、この戦闘結構大変だからな。これは一体どうなってるんだ。さあ行くわよ。優しくしてあげるわ。工業総国石火波紋十鬼。隊長、スイコの位置がわかるよ。スイコは右上の方向にいる。そこに本体があるはずだ。わかるのか、レニー。うん、この気配間違いない。よし、行くぞ。右上なので、ああ全部右上じゃん。ほとんど全部右上じゃん。どれだよ。あ、これだね、こいつだ、こいつだね。どんどんもう攻撃していきましょう。さあ覚悟しなさい。やるじゃない。でも勝負はこれからよ。スイコは左上にいる。こいつかすると
こいつかな、この人かな。うん、当たりだね。これを狙いましょう。私がここまで苦戦するなんて。スイ、どうした。やはりお前では力不足。鬼よ、あと一息で勝てるわ。お前は失敗しすぎ。あの方のご意志、せめて国旗会ご妙衆らしい最後を止めるな。言わずにです。そんなはずはない。あの方に限って。そう、勝てばいいんだわ。そう、負けるはずないもの。さあ覚悟しなさい。この私があなたたちごときに。スイコ。信じるものなどないと言っていた私が、心のどこかであの方を信じていたなんて。でも悔いはないわ。私は最後までたった一人で戦った。誇りを持って死ぬことができるわ。どうやらさよならのようね。帝国過激だ。これからの戦いはこの程度ではないわよ。大神さん、あの人は自分の信念で戦っていました。誰にも止められなかったでしょう。人の心を持たない戦士ってのは哀れなもんだな。だが本当に許せないのは、そんな奴を使い捨てにした国旗会だ。そうだな、国旗会を倒して一刻も早くこんな戦いは終わらせるべきだ。そや、それでこそうちらの隊長班や。隊長。レニ。隊長、僕は戦うよ。自分自身のために、そしてみんなのために。レニ。これがレニーが初めて笑顔で映った勝利のポーズですね。ここから本当に戦う目的をつかむことができたレニーの戦いが
始まりますね。数日後、帝劇秋公演青い鳥は連日大盛況となり、レニとアイリスの息の合った演技は劇評家の絶賛を浴びた。そうだよね、実際後にね、帝劇スター名鑑でね、新桜大戦の時代にも資料集に載るからね、資料室に。神山がそれをね、レニの記録を見るからね。評論家のある人は青い鳥をこう評価したそうだ。ラストシーンの二人はまさに青い鳥を得た兄弟そのものの愛に満ちていると。チルチルお兄ちゃん、青い鳥は私たちのヒアリーなんだね。ああ、ミチル、幸せの青い鳥はこんなに近くにいたんだ。大スター、お客様はエンジェルです。でも日本の男大嫌いです。なぜなら、ネクスト桜大戦2、季節外れの七夕、大正桜にローマンの嵐、大嫌いです。さあ、6話あっという間でしたね。どこから話していこうか。まず影山咲のことからちょっと触れましょうかね。まあ後先見ればね、その内通者という存在は帝国歌劇団にね、何度かこう訪れることですけれども、こう彼女の存在っていうのが一つ印象に残ったプレイヤーもすごく多いかなと思っていました。まあ、ミスリードとかもない演出なので、割とこう彼女が怪しいっていうのは分かりやすいキャラクターではあるんですけれども、それでもこう、まあ、桜やマリアとね一緒にお風呂に入ったりとかっていうシーンもあったけれども、なんか帝国歌劇団の本当に一員としてなりかけていて、彼女が最後の言葉を残した時もそれは黒幕に対しての思いではあるんだけれども、どこかやっぱりこう彼女は帝劇と過ごした時間っていうのをね、花組と過ごした時間っていうのを何かこう残したまま去っていったのかなというふうにも感じることは、私はねちょっとあってもいいのかなというふうに思っています。彼女のようなね、メインのキャラクターでは決してないんだけれども、魅力的な存在、それがすごく多いのも桜大戦の魅力かな、特徴かなというふうに思っています。あとはもう何よりも当たり前のところというかね、この6話の中心になる部分ですけれども、レニがこうやって心をこう開いていくっていうところが描かれている。それが第6話レニを銃を取れというストーリーだったかなと思います。でもそのレニが喋っていたことっていうのは、バックストーム計画っていうのを通じて人としての心を奪われたっていうところに限らず、何のために戦うのかっていうのがこのストーリー桜大戦のテーマになってくるんじゃないかなと思います。その昭和のやってこない大正時代っていうのが一つこう影のテーマ、実際大正が15年で終わらず16年29年30年と続いていくけれども、まあすごく重いテーマでいろいろ解釈があるけれども、第一次世界大戦ってこうやってくるわけではなくって、大正時代という中で国と国との戦争じゃなくって都市を守るために魔物との戦いというところで描いていくことで、でもその中でどうして戦うということをするのか、そして実は悪役たちにもね、その町を滅ぼそうとする理由、3で言えばパリシーだったり、4で言えば長安だったりが、その町をどうして襲いかかってくるのかっていうのはきちんと描かれていて、そういうのがこのシリーズが続いていってる中で納得できる部分かなと。つまり
逆にその正義として掲げている歌劇団の、ね、面々が必ずしも正しいっていうだけじゃなくて、その中にあるジレンマだったりとかというものまで向き合っていくと、もっとこう見えてくるかなと思います。すごく単純な正義と悪っていう分かりやすい構図じゃなくて、その悪とされる側の人たちがなんでその戦っているのかっていうところまで目を向けられる作品かなと思ってます。カンナの言葉もね、印象的でした。こう機械の姿勢というかね、そういう戦い方に対して、それこそまあ正義の心を持って、あのスイコのことって言った方がいいかな、さっき言っているよりは。あーでもどっちかな、花組から見ればサキが仲間だったからこそああいうのを感じてるのかもしれないよね。まあこのようにしてレニがね、本当の意味でさらに仲間としてね、迎え入れられて花組の一員となりました。まあ新桜大戦でも同じようにね、仲間として迎え入れるっていうところが、実際プレイした人とか動画見てくれた人は感じてくれていると思います。すごくこう伝説の花組と新生帝国歌劇団とかね、つながってくることが分かる6話だったかなと思います。さてちょっとここ楽しみだった部分ですね、隊員の状況を見てみましょう。すごいな、3番まで来たね。7番だったもんね、この6話に入る前はね。レニが、レニと織姫は1にいなかったキャラクターであるからこそ、こう独立してこう2でストーリーをやっていくっていう面白さがあるなと思ってますね。他の6人はやっぱり1の後に彼女たちのエンディングとかを見ていく楽しさがあるかなと思うんですけれどもね。いやー、98年当時もね、発売当時もそういう面白さをね、味わって、私実は星組2人のエンディングまだやってないんですよ。桜大戦ファンって言ってるから全部やってんじゃないのって思うかもしれませんが、すごく長くこの作品は味わっていきたいなと思ってるので、まだ8つのうち4つエンディングを取っといて、少しずつ少しずつやっていこうと思って味わってる最中です。レニーや織姫のエンディングもね、ちょっと見たいなという気持ちがあるので、まあこの後どういう風になるかは分かんないですよね。攻略本に居場所、自由行動の居場所とかは調べてますけど、どの選択肢で誰が信頼度が上がるかとかっていうのは調べすぎないようにしてますのでね。はい、じゃあ6話はね、これで終わりにしたいと思います。さあ、いよいよじゃあ7話、織姫がどうなってるか、7話が終われば、こちらもね、楽しみにしていた部分の織姫の順位がどうなってるかも気になってくるところ、分かってくるところですので、それもちょっといよいよ答え合わせとなってくるでしょう。はい、ちょっと長く語りました。ご視聴ありがとうございました。これかなり面白い6話でしたね。伝わってるかな、この感動が。はい、見てくれた全国の隊長にいける。